つらづえをつくだざいをさむつらづえは、人が机や床などに肘を立ててその手で顔を支える、あるいは顎や頬に手を当てがう、仕草のこと。腕が杖のようになることからこう呼ばれる。人が考え事をしたり、物思いにふけったりする際に無意識的に行う、動作であり、その人物の退屈、眠気、疲労、不安、憂鬱、リラックスなどを表現するポーズとして、 美術や文学においても多く用いられている。また、写真を撮られる際、被写体が意識的につらづえをついて、ポーズを決めることもある。建築業界ではここから転じて、地震や風圧などで建築物が変形するのを防ぐため、垂直剤と水平材の隅を斜めに結ぶ形で、取り付ける部材のことを、構図へと呼ぶ。C イコール片づえ前日の通りらづえは、 ネガティブな印象を持ち、相手に悪いイメージを持たれることがあるため、対面においては避けるべき仕草とされている。心理的な影響以外にもつらづえが癖になると顎に、負担が加わることで顔や歯並びの歪み、そこから顎関節症や歯周病などを引き起こす原因になるほか、手で顔を触ることで、ニキビの発生、姿勢が悪くなることで肩こりなど体への悪影響も、ある。 考える人彫像、木造弥勒菩薩繁華像彫像、絵画画覧のような書斎にただ一人、片付けた顔を貫えで支えていると、三重吉が来て、鳥を、お買いなさいという、夏目漱石、文鳥新聞の一枚も残っておらぬ。仕方がないから、布団に貫えついたままぼんやりとして、庭を眺めている。正岡式、飯松間、養母という、品人が、ある夏の夜、 あまり蒸し暑いのに、目が覚めて、つらずえをつきながら腹んばいになって、とりとめのない妄想にふけっていると、ふと一匹の白身が、寝床の縁を張っているのに気がついた。芥川龍之介、女体無つは、南下村中川着替えるような事件を起こしてやりたくて、死んでも、悟るめても色々なことを考えていました。窓につらずえをついて、山吹きのしだれた枝を見ていると、 山吹きの長い枝がふわふわ風に揺れています。林文子、クララ、ありがとうございます。